ありがとうございました。冷めてくれすみません。ちょっとあとは僕が独走でやります。最初に、福島の福島あ福島を吹きます。これはイ・ジョンミさん作曲、武藤瑠衣子さん作詞の曲です。今の福島の状況を考えれば、この曲、イ・ジョンミさんもなかなか福島ではなかなか歌いにくいっていうふうに言われている、そんな曲でした。ここはもう今散ってしまいましたが、このテントにはたくさんの木があって、枯れ葉がすごいんですね、ここ。それでじゃないですけど、枯れ葉をちょっと。すみません、手もかじかんで、ちょっと音程も低いって、ちょっとぐちゃぐちゃですけど、すみません。最後に
先ほど宇野瀬先生からお話がありましたように、カザルパブロ・カザルスというチェリストの鳥の歌を演奏します。カザルスが国連で演奏した世界平和にカタルーニアの鳥たちはピースピースって鳴くんですよって演説してカザルスが弾いた。あれから4、50年経っているのに今もっと悪い状態になっているということを本当に悲しく思います。ありがとうございました。